31匹の猿が全部小屋の中に入ってしまったと思ってドアを閉めたことが失敗でした。ブライテだけが1匹ドアの外に残っていたのです。外に残るのが嫌だったらキーとかキャーとか言って私を呼べばいいのです。ブライテは初めから外に出るつもりだったから黙って隠れていたのです。私がいなくなったらすぐ金網の古いところを食い破って逃げたのです。でもブライテが動物園から逃げたことを私は別にいけないことだとは思っていません。ドヤマ君、ブライテのやつが逃げたことは面白いね。それはブライテが31匹の猿の中で一番利口者だからなんだ。もともと猿なんてやつは動物園なんかにいたんじゃないからね。山にいたんだからね。逃げ出すのは当たり前さ。逃げない猿の方がよっぽどバカさ。もっとも木の得てや栄えてや富えてなんかもなかなか利口者だから、いつまた逃げ出すかもわからないよ。十分気をつけてくれたまえ。それから富山君、君すまんけど今から町に行ってブライテを探してきてくださらんか。町では木の実草の実もただでは食べられないんだし、猿だから行儀悪いし、人に迷惑をかけてもいかんからね。園長もそう言ってブライテのことを叱ってはいません。園長の顔を見てると、動物園の周りが山でなかったことを残念に思っているように見えます。まさか山の中に動物園があるわけはありません。山の中に動物園があったら大変です。猿や狼やシマヘビや熊、キツネ、ワニ、トラ、ライオン、ゾウなどが動物園を見に来ます。そしたら、檻の中には、人間が入っていなければならないことになります。そんなバカなことはありません。こんにちは、果物屋さん。ちょっとお聞きしますが、お宅昨日の夕方誰かに柿を盗まれませんでしたか？私は果物屋に誰もお客のいない時に聞きました。果物屋のおじさんはハゲ頭に手を当てて私を変だなというような様子で見ています。私も自分の顔が熱くなって赤くなったなと思いました。私、動物園の園庭ですが、昨日5時過ぎ猿が一匹逃げたものですから、お宅に迷惑をかけやしないかと思いまして。ああ、そうですか。あれは猿でしたか。どうもすばしっこい子供だと思いましたよ。私が他のお客にお釣りを渡してる間に大きくて甘いの3つ持っていきましたよ。それにしても変ですね。ちゃんと服を着て帽子もかぶっていましたぜ。でもやっぱりそういえば顔は真っ赤でした。そうです。確かにブライテです。ブライテという名前の猿です。どうもすみませんでした。私は柿3つ分のお金を置いて表に出ました。ブライテはどこのうちから服や帽子を持ってきたのでしょう。変装したブライテは探しにくいと思いました。私は公園の遊び場に行きました。ブライテの好きなブランコがあります。ジャングルジムや滑り台、誘導演木、シーソー、砂場などもありますが、ブランコが一番混み合っています。みんな一列に並んでいる子供の顔を順々に覗いてみましたが、ブライテはいません。
いないのは当たり前です。いくらブライテが利口な猿でも、猿だから人間の子供と同じようにおとなしく一列に並んで順番を待っているはずはありません。私はそのことに気がついて一人で笑ってしまいました。猿と人間を一緒にして考えることはいけないことです。私はブライテがいないから公園の出口へ行こうとしました。その時ブランコのところが急にガヤガヤ騒がしくなりました。一人の子供が列に並ばないで横から出てきてブランコに乗ったのです。それだからみんなが怒って騒いだのです。ブライテだ!ブライテが見つかったぞ。私は大喜びでブランコのところへ駆けていきました。ブラエテ、ブラエテよ。お前、ダメだよ。子供さんに悪いよ。ちゃんとみんな一列に並んで順番を待っているんだからね。さ、降りなさい。ああ。私の方を振り向いた子供の顔はブラエテではなかったのです。私はがっかりしました。公園にはブラエテはいないようです。ブラエテによく似てる子供が一人いるばかりです。私は今度は電車に乗って賑やかな街に行きました。私は満員電車にやっとのことで乗って中に入りました。おや?ブラエテがいたぞ。私は今度こそブラエテを見つけたと思いました。ブラエテは私の前の椅子に横になって、向こうを向いて寝ているのです。こんな満員電車なのに、椅子を一人で三人分ぐらい取って寝ているなんて、猿はやっぱり猿だな。周りの人も相手が猿だから起こさないで放って、そのまま寝かせてあるのでしょう。ブラエテ、ブラエテよ。起きなさい。お前の大好きな園庭だよ。富山だよ。お前を探しに来たんだよ。ほら、起きなさい。起きなさいよ。皆さんの迷惑だよ。いくら揺り動かしても、ブラエテは起きません。私はブラエテの頭を抱えて起こしました。ほい、しまった。また私は人間の子供を猿と間違えたのでした。その子供は髪を長く伸ばした色の黒い痩せた子供です。私はそーっと頭を下に下ろして寝かせました。かわいそうに、この子供はお腹を空かしているようです。私は三つ持っていたおにぎりを一つだけ紙に包んで手に持たせました。ああ、ぶらえても今頃はお腹を空かしているでしょう。早く探してやりたいものだと私は思いました。町には肩と肩とすれすれになって大勢の人が歩いています。私はこんなに人がたくさんいるのでは、もしブライテがいても見つけることはできないだろうと思いましたが、とにかく一度は探してみようと思って歩きました。後ろから人に押されるようにして、前の人を押すようにして、町の半分ぐらい歩いてきた時です。私の足の間をくぐって走っていった子供がいます。ブラエテかな?私は子供の後ろ姿を追いかけていきました。人が大勢いるので、なかなか早く歩けません。とうとうブラエテによく似た子供を見失ってしまいました。私は人を押しのけて、その子供の行った方へ追いかけていきました。ここで見失ったら、もう二度と探し出すことはできないかもしれません。もしその子供が本当にブライテだとしたら、探さないで帰ることは残念です。道をゆっくり歩いている人たちは、私のことを気でも違ったのかと思ったのでしょうか。私に押されて驚いて道を開けてくれました。やっとのことで、
ブライテに似た子供に追いつきました。追いついたというよりも、その子供が横丁のコンクリートの道にしゃがんでいたのを見つけたのです。私は今度は、初めからブライテと呼ばないことにしました。坊や、君、そこで何してるんかね？下を向いていた子供が私を見上げました。やっぱり、ブライテではありませんでした。立派な人間の子供です。赤で汚れた服を着ていますが、顔はきれいです。髪も短く刈ってあります。体も丈夫そうに太っています。タバコも大人ぐらい上手にふかします。なんだい、おじさん。用があるのかい？なんかくれんのか。タバコでもいいよ。用は別にないんだが、君、お腹は空いてないのかね？空いてるよ。それでは、おにぎりをあげよう。おじさんはタバコなんかはあげないよ。私は、ブライテにやるつもりだった二つ目のおにぎりを、その子供にあげて、もうブライテを探すのが嫌になったから、動物園に帰ろうと思いました。本当は町の小学校にも行って探せばいいのですが、なんだかがっかりしてしまって嫌になったのでした。ブライテはもしかしたら夜暗いうちにどんどん町をかけて、朝明るくなった時は山が見えるところまで行ったのかもしれません。ブライテは山が見えたら山はもう近いのだと思って喜んで歩いて行ったのでしょう。山は近く見えていても40キロも遠いのです。でもブライテよ、町の中にはいないでおくれ。山まで頑張って歩いて行っておくれ。そうして山に行ったら山の猿になって楽しく暮らしておくれ。お前の好きなブランコを木のつるで作って朝から一日こいで遊べばいいじゃないか。私は動物園に帰って園長の部屋に行きました。私はブライテを探さないで帰ってきたのに、園長は嬉しそうに笑っています。ははー、園長もブライテが山に行ったことを喜んでいるんだなと私は思いました。富山くん、ご苦労さん。疲れたじゃろう。ブライテのやつ帰ってきたよ。君が出かけたすぐあと檻の前に帰ってきて、木の得てや栄えてやとえてなんかと話をしておった。すぐ檻に入れてやったら喜んで跳ね回っとったわ。金網の破れたところは修繕しといたから、檻の中には入りたくても入れなかったんだね。それにしてもブライテのやつ、ゆうべ一晩どこへ行っとったんかな。はあ、とにかくブライテは利口もんじゃよ。一人で動物園に帰ってきたんだからね。私は園長のように大きい声で笑うほど面白くはありません。嬉しいのですが、安心したせいか喉が渇いてお茶を飲みたくなりました。お茶を飲んでから檻の中に行ってブライテを少し叱ってやろうと思いました。